はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ皆さん、診断のですね、レガシーパックで登場しましたクリック&エコーというモンスター、ご存知でしょうか。あ、ご存知ないですよね。もうお前誰やねんという話だと思うんですけども、これね、実は効果まあまあキモくて結構キモイルカみたいな効果してるんですけども、このカードは融合シンクロエクシー召喚の素材にはできないよという効果を持ってまして、このカード名の2の効果は一旦2度まで使用できますよ。1、2、3の効果ありますと。まずね、1番目。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードはリリースができないよと。だから要は、融合シンクロエクシー召喚の素材にもできないし、アドバンス召喚の素材にも基本的にはできないよという感じですね。で、このカードが、リンク素材として墓地で来られた場合に発動する強制。リンク召喚したプレイヤーから見て、相手のフィールドにこのカードを守備表示で残しておくんですよ。要は、イブリースとか、みたいな感じでリンクサインすると相手の盤面に、出てくるということですね。で、じゃあ出てきてどんなことが起きるのっていうと、丸3番、このカードの2の効果で特殊召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り自分は手札を公開し続ける。つまりクリック&エコーをリンク素材にして相手の盤面に送りつけると相手の手札が全部見れるんですピーピングできるんですよ。全部ピーピングできます。全て何を持ってるか、どんなカード引いたか、これ全部わかります。クリック&エコーが相手のモンスターにのゾーンにいる限りね。3番の効果で。だから、今回はこのクリック&エコーを何としても相手の盤面にリンクスターにして送りつけまして、で、禁止令とかをぶち込んで、相手の、キーカードをバチコリと止めていきたいというふうに思っておりまして、今回はこのクリック&エコーとスプライトを組み合わせたクリックエコースプライト、これ作ってきました。まずね、クリック&エコーっていうのはレベル2のモンスターなんで、かなりスプライトのギミックと相性が良くて、しかもスプライトっていうのは結構リンクス召喚が得意なテーマになってますね。簡単にね、リンクス召喚して相手の盤面にこのモンスターを送りつけることができるんですよ。で、こいつをデッキ化できるとすることもできますよね。このギガンティックスプライトっていうモンスターによって。で、もちろん墓地に落ちていればリンク素材に、して、エルフで、釣ってからもう一回リンク素材にする、してもう一回手札を見に行くとかもできますし、まあ、非常に優秀であるということなんですね。はい。なので、まあ、今回は、まあ、普通の、スプライトギミックですね。スプライトギミックの中に、クリック&エコーと、まあ、一応ヒーローキットをぶち込んで、相手の手札をガン見して、ちゃんと、レッド、キャロット、マスカレーナあたりで、マストカウンターを決め、相手の手札によって、プレイングを変えるという決め動き、これ見せていきたいな、というふうに思います。手札見えてれば、妨害数そんなに多くなくても、勝てるから。なんでかっていうと、どこに当てれば相手が困るか完璧に分かるからです。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、イルカなしか。イルカないときはもうデッキからイルカ出してくるしかないんだよな。皆さんはちなみにギガンティックスプライトで何をリクルートしてますか。僕はね、クリックエコークリック&エコーを今からリクルートしようとしてますよクリックエコーとかいうなんか謎のイルカ出てきたら多分これ相手もびっくりするんじゃないかな。一回マンボウするわ。ビーバーマンボウ。ちなみに今回はちょっと勇者ギミックは入っておりません。とりあえずギガンティックスプライト出しに行きまして、でここで、まあ、皆さんであればね、これ何を出すかって話なわけですよ。これ普通皆さん多分ジェットとかなんかそのレッドとか出すと思うんですよね。で、まあ、これ裏打たれるんですよ。で、まあここはとりあえずちょっと幼女指名して、幼女をご指名させてもろて、はい、これでまあ向こうにはします。で、一応まあギガンティックスプライトの効果通るとニビルは打てないんで、まあ、ニビルは OK 大丈夫。でも G やったら多分打ってるんで、もうさすがに。なんでこれは多分大丈夫で、まあ、マンボウですね。でですね、デッキからこの謎のイルカ出してきて、謎イルカ出してきて、で、こっからですね、問題は。展開が伸びるようにすればいいから、これ、クリックエコー出してくるのはいいけどさ、これ、モンスター数足りんのかな。まあ、一応、スタートあったんで、まだね、ギリギリ、なんか強いかなって感じしますけどね。で、これでスパイトブルーの効果発動して、で、ジェット持ってきて、ジェットなのかな。まあ、でもさすがにね、クロス持ってきた方が、まあ、妨害的には、モンスター的にも妨害的にも強いよね。で、スプライトジェットの効果を発動する。スプライトダブルクロス持ってくる。ダブルクロスはエクシスモンスターと結構強いので、エクシスモンスター残しながら展開していきましょう。クリック&エコーと
どっちでもいいか、スプライトジェットのスプライトブルーでも、リンクスアイにするとクリック&エコー君はリンクスアイになった場合、リンクスアイにしたモンスターから見て相手のプレイヤーにの場に特殊召喚されて手札を見せることが来た。ピーピンがレスキューですね。なるほど。あ、手札強そう。やばい、ちょっと手札強そうだな。これでクリック&エコーで、ね、ピーピングできるのがめっちゃでかいんだよね。かがり火きついな。かがり火、かがり火、まあ、うららはどうでもいいか。今かがり火エマージェンシーが結構鬱陶しい。これ多分1回マスカレードだね。これさ、相手の手札ピーピングするからさ、どういう妨害を敷いたらいいかもさ分かるの結構強くない？これさ、多分マスカレード出てきた、要はそのハイドラントとかを、まあ、タービランスでもいいんだけど、まあ多分ね、一番ね強いのはね、多分リトルナイトでぶっ飛ばしたことなんだよね。まあ、スプリント行っても意味ないしな。まあ、これエンドで、で、あとは、まあ、うららあるんで、エマージェンシーにはうらら打てる。あ、反逆。ちなみに、でも、一応対象には、あ、でもこれ、あれだったか。まあ、エルフとギガンティックスプライトが今対象に取れるんですけど、まあ、どっち処理しても一応妨害は残るんで、まあ、反逆は最悪ギリセーフですね、これ。これめちゃくちゃ不思議じゃない？この状況。相手の手札全部見えてる状況。めちゃ不思議だよね、これ。あ、まあそうだよね。まあこれ一応、特殊召喚して、マスカレーナの素材を供給しておきましょう。スプライトブルーでいいかな。まあジェットはあんま。まあブルーかジェットか。まあスターター持ってこれるからジェットでいいな。まあ、ジェットでいいか。ジェットで一応速攻魔法の方が多分手数になるから、モンスターよりも。まあ最悪レベル2を背負られてもね、スターターがあれば、まあ次の回収のターン動ける可能性があるんで、まあ、一応ジェット蘇生しといて、で、まあエルフが永続魔法トラップ、永続魔法として置かれる。で、ジェットの効果発動する。まあこれ裏らってもいいよ。あー、OK、了解。で、あとは、ポップルスと、エマージェンシーとかがり火。で、かがり火から多分発動されると思うので、かがり火から発動されると思いますので、まあその辺はちょっと、受けていきたいなというふうに思っております。はいはいはい、はい、どうぞ。でもこれ持ってくるのはポプルスなんですよね、レスキューエースって。だからポプルス持ってきて、でポプルス特殊召喚効果現在法セットだと思うんで、まあ、現在法を止めちゃえば問題ないかなっていう気がしますね。これ全部見えてるからさ、完璧正解のプレイング取れんのよ。これ結構革命だからね、マジで。これ今までさ、相手何持ってるか分かんないからさ、これどうやって棒が当てようか結構迷うじゃん。迷わない、一切何にも迷わない。なんでかっていうと手札見えてるから。あら、フェリックス、フェリックス。そうか、でもそういうことできるのか。クリック&イコはちなみに僕の手札のうららもカンニングされますね、これ。はい、リンクサインしたらそれぞれの人から見て相手のフィールド上に特殊召喚されるんで、あー、オッケーオッケー、ガンマバースオッケーです。さあ、ガンマバースとかスプライトダブルクロスかどっちか、抜きたかったんでしょうが、まあ、スプライトガンマバーストの方によって、もうこれトロイフェアフェニックスの打点も上がるか、うっとうしいな。まあいいや。トロイフェアフェニックスはどうせ、まあ最悪殴ってこようとしたら、スプライトダブルクロスでパクればいいんで、下敷きにすればいいんでね。はい。で、フェニックス効果、で、バーストが爆破される。で、これパクっておく、まあどこに置いてもいいんだけど、まあどこに置いて、ここでいいか。はい。で、クリック&イコの効果で俺のうららが、相手にカンニングされました。でも相手も、見えてる絶望はあるよね。これ今俺何もアクションないけど、これ相手にうらら見えてるんですよ、これ。ああ、はい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 、まあ撃つしかないよね。まあ撃つしかないよね。撃つしかなくて、でこれエマージェンシーだよね、確かね、手札だから。ここにうらら撃つと相手、そもそも、レスキューエースモンスターが一体もいないんで、レスキューエースモンスター一体もいないんで、エマージェンシーがそもそも撃ってなくて、あとは、トロイメアフェニックスでビートするしかないんだけど、フェニックスビートですね、これ。いわゆる。これをスプライトダブルクロスでパクれば、これってエンドフェイズとかでも打てるやつ？あ、大丈夫だね。はい。どうぞ。いいですよ。何を殴りますか？あ、はい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 。了解しました。スプライトダブルクロス、効果発動。で、相手の、フィールド上のモンスターをパクって素材にするっていう。このトラップマジ強いんだね。これあんま入れてる人いないんだけど、これめっちゃ強いから、まあ、トラップだからね、先行でしか強くないんだけど、ちなみにこのリンクモンスターが素材になったから、スプライト、ギガンティックスプライトの打点が上がりますよと。で、アンコが来ますよと。まあ、あとはクソ適当にリンクしていけば、多分、返せるんですけど、こいつはちなみにリンクサイにしかならないんで、
これ何でしたっけ。あ、打点上がる、なるほどね。まあ、なんか適当にモンスター並べるか。クリック&エコーとジェットで、まあ、一旦、スプライトエルフを作りまして、で、クリック&エコーの効果が発動しまして、ここに置きます。で、また相手エマージェンシーカンニングされます。で、これどういう順番だ？うっとしいのさ、クリック&エコーとかいう気もいるかのさ、守備力2100もあって、まあまあ高いのうぜえな。なんかあいつ打点高くねえか。でヒーローキッズの効果を、発動しまして、仲間を呼ぶ効果で、まあ、全員出てくると。これなかなか圧巻の光景だよね。あで、これ鬼ビマル出して除外すればいいか。ちょっと次のエンドフェーズ、次の相手のターンのエンドフェーズまで除外できるので、ここで除外し、しに行きましょう。で、スプライトブルー出して、スプライトブルー効果発動して、まあなんか適当に、まあ、魔法トラップカードを無効できた方がいいか、キャロット持ってきて、で鬼ビーマルですけど、今打点 X、 87、 あ、足りてるやん。じゃあな、キモいるか、お前の役目はもう終わりだ、どけよ、まあ、邪魔だから。とりあえず行きまーす。いやー、これクリックエコーの強いところ出たでしょ。これ相手の手札が完全に回ってるから、どんな妨害を敷けばいいか分かるし、どういう風に妨害を当てれば相手が困るかが手に取るように分かると、これ大活躍じゃない。禁止令2枚は草。さすがに禁止令行き過ぎ問題発生してるけど、これさすがに、じゃあこれクリックエコーしに行くわ。クリックエコーしに行くしかねえ。ギガンティックスプライト、これちなみにキッズが巻き込めてるので、一応エルフで蘇生できれば、まあモンスターは増えるので、まあ、このクリックエコーを出す暇はギリギリないかなって。普通ここジェットラッシュは強いじゃないですか、基本的にはね。俺もそう思うんですよ。いや、そう思うんです。禁止令が2枚あるときはちょっと訳が違って、とりあえずクリック&エコーの効果を発動していきましょう。さあ、エルフをリンクさんにしたため、クリックアンドエコーの効果によってピッチピチーって言いながら、相手の手とか全部見える。あー、勇者ホルスですかね、多分ユーホル。まあアラメシアは確定だな。アラメシアの儀は確定、絶対に。ちょっとスプラトエルフ、まあアラメシアの儀って言ってもいいし、ダメージって言ってもいいけどね、今回の場合は。で、ヒーローキッズ特殊召喚するでしょ。いや、でもこれ意外と難しいね。参戦の際あんのか。参戦の際マジむずくね。ちょ待って、参戦の際ゲロむずいな。参戦ケアすんのは、これはあれか、モンスター効果はちなみに使いたくはないんだよな、あんまり。だからモリメル特殊で、モリメル効果でキャッシー持ってきて、これむずくね結構。これどうしよう、もうキャッシュ持ってくるわ。ここまで確定だろ、分かったわ。ちょっと参戦の際って言えばいいんじゃねえかっていう説あるな。はい、参戦のちょ、参戦の際で。あ、そのカード使っちゃダメだよ。で、禁止令で、魔王の棺なのかな、まあ、これでいいんじゃん。王の棺と参戦の際だけ使わないで、後のカード使ってもいいよ。一応応募を除外できるようにしとくために、ちょっとマスカレーナだけ出して、でエルフで蘇生して、マスカレーナでリトルナイトの動きだけできるようにしとくか。でエンドフェイズ、キャッシーが出てくる。はい、こんにちは。でこれで、うわ、獅子王アルファとか雪姫モンスター来た。獅子王アルファ来た。いや、あいつうっとしな、あいつ戻しても意味ねえしな。これ獅子王しかねえか。ちょっと待って、キャッシーの効果は使ってよくて、ラッシー持ってくる、まあ、これは別に今やってもいい。で参戦は使えない。旅路で勇者トークンが出てくるのはしょうがないか。エルフの効果起動します。アドバンテージ稼げるモンスターあんまいねえんだよな。これブルーとかジェットとかさ、一切リクルートしないとかいう意味不明スプライトデッキだからさ。普通このエルフの効果使うとき絶対ブルーかジェットいるからね、基本的には。そんなバカなみたいな墓地してた今。そんなバカなみたいな墓地してましたけども、まあ、これでラッシーを持ってきまして、
ほんでですね、マスカレーナ効果起動しまして、バウンスされ、選んでバウンスとかいう奇名効果使われるんで、リトルナイト飛ばします。はい。僕はしょうがないです。でもしょうがない。これはもう、何、最強の、レベル8モンスターを飛ばさざるを得ないので、獅子王アルファをゲームから除外。で、あとは、旅路ですよね。はい。で、旅路効果って言われて、これで、捨てて出てくる。これ勇者トークンとドラッグバック売ってほしいな。ちょ、待ってくれ。俺さ、アーデック入れてんのか。これ勇者トークン出てきたらバウンスしちゃえばいいや。多分。これ、アーデックよりも勇者トークン出てきます。で、アラメシアって言ってドラッグバックって言って、ドラッグバック装備された状態でラッシー出して、で、ラッシー効果でモリメルって言って、で、モリメルで勇者トークンバウンスで。いいんじゃねえかな。まあそうなるよね。てかドラコバックなんか墓地送られちゃった。なんか知んないけど。謎に。トークン、いる状態で撃たないとそれ装備されないぞ。アラメシアの儀。まあアラメシアの儀はいいわ。見えてんのおもれえ、マジ。見えてんのマジおもれえわ。見えてんのマジでおもれえ。まあ王母の石壁。これは王の棺として扱うけど、一応手札では王の棺ではないから発動できるっていうパターンですね。ええ、でまあそれで持ってきたところでだ結局いやイムセティも持ってくるじゃないですか。でイムセティってなんか捨てますよね多分。で捨てて王の棺持ってきてワンドロー入るんですけど、ただ結局意味ないんですよ。だって発動できないんだもん王の棺が。まあイムセティはいいわ。でこれでちょリトルナイトの効果発動して、こうしてで、トークン消す。トークンはトークンなんで、もう戻ってこないですしね。はい。で、イムセティが出てくる、王の棺がいい。で、それは発動できない。ワンドローは？うわ、強いな。まあ、強いけど、王の棺発動できないから、それはあんま意味ないわ。今弱いわ。なんなら。で、出てくるじゃないですか。で、メルフィーラッシュの効果使います。で、特殊召喚して、手札の、メルフィーとシンクロします。で、ウッキウキしていく。あ、モリメルじゃなくてウッキウキか。ウッキウキのメルフィーズ出して。はい。で、これ特殊召喚すると、もうイムセティを墓地に送る手段がありません、相手は。禁止令マジ強い。ちょっと、禁止令2枚強っ。相手完封してるけど。やばっくない？このデッキ。めちゃくちゃおもろいやん。やっぱ相手の手札見えてるってマジ神だな。緊急テレポート来たわ。なるほど。緊急テレポーティング来た。いやでもなんかそのエレグで蘇生する先全部弱いの草。エレグで蘇生する先全部弱え。びっくりした。びっくりした。まあ、一応なんか適当にレッドかなんか蘇生しとくか。まあ、マスカリアでもよかったけどな。特殊召喚して、金テレ打って、まあ、あとは打点を作りに行くだけなので、これでちなみにね、あの4シンクルもできますからね。一応、緊急テレポートはまあまあ相性いいですよ。このデッキとはね。まあ、ガンマ入れる場合は、めちゃくちゃ強いと思います。で、小さいするやつは、これ、あ、今、時間ね。こうして、あ、これ、どうせにエクシサイズするんだったら、これ、マスカイナでよかったな。想定するの。こっちの方が打点高いわ。てか、打点高っ！クリック&エコーの打点高っ！抜けねえ。クリック&エコーの打点高すぎて抜けねえ問題。まあ、大丈夫、これガンマバースト持ってくるから。で、ジェット。で、ジェットを特殊召喚して、で、効果発動して、ガンマ持ってきて、で、鬼見丸して、はい。で、エンドフェイズまで除外して、はい。これですね。これマジで、マスカレナ世代のギガンティックでよかったっすね、これ。ほい。で、バトルフェイズいきますか。ほい。今打点いくつこれ8000やのちょうど。やべ、ガンマバースト意味ねえわ。ガンマバーストである人なかった。持ってくるやつこれスタダでいいや。ちょっとプレイングガバガバなんですけど許してください。まあ、あのどうせ手札見えてるんで、プレイングガバガバでも勝てるということをね、皆さんにお見合いできればいいよかったのかなと思っておりますので、いやマジ禁止令2枚くっそ強かったな。あー、これ先行欲しかったね。これ先行めちゃくちゃ強そうじゃないこの手札。いや、ブルー、ジェット、キャロットみたいな。
ビーバーみたいなね、めちゃくちゃ強いテクノだったんだけど、これさすがに相手もスプライトなんなんか焚き火入ってるけど、やべえ謎スプライトきた、なにこれ、うーわすごっ、そんなバカな、神道竹光、妖刀竹光、妖刀竹光、あこれ妖刀竹光装備するもしかして、うーわやばサーチしすぎだろお前やべえことしてんな、なんだこれエクゾディアスプライトか、竹光は基本的にはドローソースに、まあでもメインフェイズスキップとかもあんのか、いやちょっと待ってくれ、これなんだこれ謎のスプライト、ガチ謎スパート来た、妖刀竹光、妖刀竹光、妖刀竹光、こうか、まあまあいいでしょう、でギガンティッキングスプライターの効果でこれ何リクルートだ、ジェットか、クリック&エコーパイセンじゃないですか、おい待てやばい、完全に手札をカンニングされるぞ、マジやべえやばい手札カンニング状態きた、ちょっとあやばいって手札全部見られたって、手札見られたけど結構手札は強いでしょ、どうこれ、これクリック&エコーさんのちなみに効果、これブルージェットありますからね、これねブルージェットかませられれば割ときついんじゃないですかって話あるか、いやスプライト、いやお前ハンド強いな、そして、まあ、そりゃそうか、妖刀高めでめっちゃ引いてるもんな、何なんだこれは、あ鬼ミマル、いや何鬼ミマル、鬼ミマルの先行だそうもしなくない、あレベル2消してってことか、確かにこれジェットとブルーただで特殊ができるもんなこれ、俺あなるほどね、これスプライトデッキだって分かったからならではのあれってことね、はい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 、なるほど、異次元の指名者草これニビルフェスでニビルケアするために使われたカードやん、出ましたニビルフェス最強カードね、素早いビーバーの効果で、素早いビーバーが除外される、まあ、確かに素早いビーバー除外するとレベル2を供給する手段がかなりなくなるね、待ってくれこれもしかしてあれか、これ一生着地買いされるってこと、俺それスプライト何に弱いかっていうと着地がにめっちゃ弱くてレベル2を供給する手段がないと基本的には出てこないんで全員ね、だからね着地狩りっていうのがめちゃくちゃ弱いんですけど、キャロット、なるほど、まあキャロット、まあアンコウでもいいけど、アンコウ召喚とかありくしかないか、ちょっとアンコウ召喚許してください、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 お願いしますいやこれワンチャン許されることないから、ジェット、はい、どうぞ、ジェットはどうぞ、いいですよ、ジェットはまあとりあえずいいや、とりあえず OK、 スプライトガンマバース OK、 まあそうですよね、いやそうなんですよね、これアンコを除外されたら難問的な話しますやばい、クリック&エコーのピーピングで俺の手数がないことがバレた、マジおい、あのイルカ強すぎだろ、手札何も光らんか、ふざけやがって、あのイルカもしかしてガチカードなんじゃない、マジで、実はクリック&エコーガチカードっていう説ない